でこの平本選手とのまあオファーを受けたときの気持ちと、まあ、改めてどうして受けたのかみたいなところを聞かせていただけますか、うんまあ、来たときの気持ちについては、うんまあ、ちょっと、うんまあ、がっかりに近いというかあの、まあ、それが正直なところではあります。た、まあ、ただ受けた理由ととしては、まあ、もちちろん、うんまあ、ちょっと 断ろうかなという気持ちもあったはあったんですけども、まあ、そういうオファーをいただいたというところは、まあ、自分の実力とか第三者からの評価というところがまだその枠を抜け出していないということに加えてん、まあ、なんだかんだ言っても榊原さん、先ほどおっしゃられた通おり、まあ、ビッグマウスとは言われていますが、まあ、自分は彼のことを結構評価しているんですよ、自分は。で まあただもちろん格闘技者として競技者としての評価に加えてえまあまあインフルエンサーという言い方がおかしいあの合っているのかわからないんですけどまあ人をまあいい意味でも悪い意味でも感情を揺さぶる力を持っている選手だと思うのでまあその相手として自分をまあ選んでいただいたというかあの山須と組ませてみたいというあの評価をしていただいたというのはあの自分の格闘技者というところに加えてさらにその平本選手が持っている。 あの人の心を動かすような部分っていうところを、まあ、評価していただいてのオファーかなと思いましたので、まあ、そちらもまあ鑑みた結果受けさせていただきました。はい